今回ご紹介するのはエポスの自動巻き時計パッションデイデイト 3402BK です。スイス伝統の機械式時計への情熱とオリジナリティあふれるデザインが人気のタイムピースコレクション。文字盤はストライプ模様が施されたブラックカラー、アップライトの夜光付きインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ、12時1に曜日、3時1にデイトが配されたセパレートカレンダー。細部にわたりこだわりがうかがえる視認性に優れた風貌デザインです。 SS ケースは大ぶりなラウンドフォルム、裏蓋はスケルトンバック仕様で仕上げの美しい機械を眺めることができます。バンドは専用の3連ブレスを装着しています。存在感際立つ完成度の高いエポスの一品です。エポス社はクォーツ時計がマーケットを支配していた70年代後半、機械式時計にとことんこだわり、リーズナブルな価格で高品質の機械式時計を専門に製作するメーカーとして誕生しました。技術はもちろんデザイン力も高く、特にスケルトンの盤面を用いたモデルには定評があります。操作方法、右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すとデイレートがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。サイズ、ラグ幅は 22mm、 ケース径は約 43mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 50mm、 腕回りは 18.5cm 前後です。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。アンティーウォッチマンの代行お任せコースは商品撮影と説明文を代行します。販売価格のアドバイスもいたします。